まず、これに先立ちまして、同じ趣旨、つまり2021年度大学入学共通テストにおける英語民間試験の利用中止を求める国会請願のための署名を2019年6月7日から、16日までの10日間で行いました。実質は1週間でしたけれども、で全国から衆議院8188室、参議院8127室の請願参加者を得て、本日両院に請願書を提出することができました。そのことをまず報告させていただこうと思います。このことからもお分かりいただけますように、本件についての国民、特に、教育関係者の関心は極めて高く、共通テストは大丈夫なのかという懸念とか、私たちのようにもうやめた方がいいんじゃないか、中止すべきだと確信するものまでたくさんおります。まず第一に、複数の民間試験、具体的には8種類で合計23種類です。23種類のうちで本当にいけるのかどうかわからないのも含むぐらいなんですけれども、だから22になるかもしれませんけれども、異なる試験の成績を比べるために使われる各試験、検定試験とセファールとの対象表、皆さんのお手元にあるには資料1ですけれども、その資料1にあります各試験と検定、各資格検定試験、要するに民間試験ですけれども、とセファールとの対象表、これが今回の英語入試制度の要になります。この要の対象表に科学的な、あるいは学術的な裏付けが一切ないということをまず説明させていただきたいと思います。最初のところです。構成概念、言い換えると、テストが測る対象となる能力、それぞれのテストはそれぞれに測る能力が違うわけですけれども、その測る対象となる能力が異なる試験、そういう異なるものを測る、能力を測る試験の成績を比べることはできません。一言で英語力といっても、例えば、その対象表にあります TOEIC が測るビジネスに必要な英語力と TOEFL あるいは GTEC 英検が測る英語力は、問題を見れば一目瞭然、全然違います。レベルも違えば、その意図されている言語の使い方、用途も違います。明らかに違います。で、これらのテストの成績を比べて英語力を見るのは、例えば体力を見るときに50メートル走の、速さと握力の強さを比べて、どっちが体力があるのかというのを測るのと同じことです。で、その結果起こるのは何かというと、例えば仮に X さんは GTEC を受けて A2 レベル、そこにセファールの対象表の下から2番目のレベルですけれども、で Y さんは英検を受けて A1 レベル、一番下のレベルだったとしましょう。でそういうスコアを得たとして、 X さんが Y さんより能力が高い、 A2 レベルを取った X さんが A1 レベルの Y さんより能力が高いということが言えないんです。問題点をかいつまんで申し上げますと、一つは受験生にとって地理的な不公平が大きいということ、二つ目には経済的な不公平がその受験生の結果に直撃するということ、そして三つ目には特に試験を運営する会社 その運営体制が十分ではなく、その不公正がやはり受験生の結果に直撃しそうだということ、こうした部分が大変大きくあるわけでありますけれども、この1年半弱の国会審議におきましても、先ほど申しました各党を中心に文部科学大臣に直接ただす機会も取ってまいりましたけれども、試験実施ありきでございまして、その改善を十二分に果たすことができていないという状況であります。今日お見えいただいて記者会見を行っていただいている先生方からも、そうした現場の状況の情報提供は国会側にも十二分にいただきながら、その裏付けを示して行っているわけでありますけれども、文部科学省側の対応は不十分だと言わざるを得ない状況だというふうに思っています。今ごくかいつまんで2つ3つ言いますと、一番大きな問題は、すでに今先生方がおっしゃってくださった問題とは別に言うと、試験制度があまりに分かりにくいと、これは非常に大きな問題だと思いますね。つまり何より試験というのはシンプルで分かりやすくなければ、そこがもう最初の不公平の発端だと思うんですね。
で、なんでじゃあ分かりにくいかっていうところは少し説明が必要なのでちょっとだけ説明しますと、まずこの試験が導入された時に一種のこうバラ色レトリックでこの試験の導入が説明されたわけですね。つまりこんな素晴らしいことがこの試験を導入したらあると。でそれは素晴らしいことは確かにいろいろあると思うんですね。英語が喋れるようになるとか急にできるようになるとか難しい試験問題はもうおさらばみたいなこと言われたんですね。でも制度を変更する場合に必ずいい面もあれば悪い面もあるわけですけども、そのバラ色の部分だけ強調されたと。でここはすでにうさんくさい怪しいところです。でその部分がまさに今露出していて、もう数限りないこう怪しい部分が今になって表沙汰になってきたと。でまずそのこのバラ色商法みたいなのがまず一つの問題です。ところがこのバラ色商法と実はセットになっているのが不安商法で、これは皮肉なことなんですけれども、こんな素晴らしいことがあると言って導入されて蓋を開けてみたら、皆さん覚えてると思いますけども、いろんなこう塾の方々がこれからは4技能で皆さんは自分では対策できませんと、大変だということで不安を一気に煽ったんですね。で報道にもあったようにこう英会話教室への受講者がバッと増えたとか、塾へのこう入塾者がバッと増えた、皆さんすごい不安があってて、でおかげでまあそこでしめしめと思った人もいるかもしれないですね。具体的には言いませんけども。ところがこれが行き過ぎて今その不安がこう増殖して大変なことになっていると。つまり不安商法がある意味裏目に出たっていうのが私の見方です。再び朝日新聞利根立ちです。今日の話を聞いていてもですね、なんでこんなアホな入試をやるのかと、ちょっと私関西弁苦手なんであれですけども、という、今日初めて聞いた方でも思うんじゃないかと思うんですが、今日その大学が主体なのか何なのかっていうのはちょっと置いといて、なぜこんなにおかしな入試がまかり通るんだと思われるか、そこはちょっと率直的な、私もわからないので、皆さんから見ててこれは一体なぜこんなものが出来上がってこれが粛々と進もうとしているのかについて意見を伺わせてください。まあ、先に他の方もおっしゃりたいと思います。まあ、はっきり言うと、要するに日本今の現在の日本の中で英語がリアルじゃないからだと思うんですね。つまりどうとでもいろいろ操作して、先ほど私が申し上げたバラ色商法でも不安商法でもいいですけども、消費財として消費されてそれで十分なぐらいに迫真性がない、現実的な必要性がまだない、そういう中でこそこういうなんていうかありえない制度が導入される。だから本当に必要だったらさすがに皆さんこれじゃ困るっていうふうに反対すると思うんですね。でむしろ必要性が本当のところでまだ成熟していないとか、あるいはいろいろな意味で皆さんが英語について割とどうでもいいと思ってるからこういうことが起きてしまうのかなっていう気が私はします。